はい、どうも、社長子です。ってことで、今日はですね、日常系動画ということで、まあ、いろいろね、のんびりと実況していきたいわけなんですけど、見てくださいよ、皆さん。めちゃくちゃ地形が変わったんですよ。まあ、最近ね、生放送をちょこちょこやるようになりまして、まあ、6月になってからかな。うん、まあ、それ前後ぐらいで一気に生放送の頻度が増えたと思うんですよ。で、まあ、その内容としては、離島ガチャとか島整備とか、さまざまなジャンルをね、今やってるわけなんですが、島整備もね、結構やってるということで、なんか動画で紹介する前に、生放送で仕上げちゃうことが結構あるんだよね。うん。そういったところで生放送で整備したところを今回はね、少し紹介していければなと思います。うん、結構いいよね、生放送で島整備して、それを動画で紹介するみたいな。ちなみにサブチャンネルでも通知飛ばないんですが、たまに生放送をやっております。もしよろしければね、サブチャンネルの方も登録していただければと思います。で、こちらなんですが、皆さん見てください。もうさ、全然地形違うでしょ。まあ、具体的にどう違うかっていうところに関しては、まあ前の動画とかで見ていただければよくね、わかるんじゃないかなと思います。果樹園の一部を、まあ、解体しまして、ニカッチの家にしました。で、ミカッチの家を中心に今ね、発展させてるところですね。で、ミカッチの家の右側には入り江みたいな感じで、水辺を多めに作っております。そういったところでミカッチの家にやってきました。いや、相変わらずおしゃれだね。ようこそ、社畜ちゃん、金くれ。いや、相変わらず恐喝してくるな。金くれって、とんでもない口癖ですね。てかさ、なんか庭みたいな感じだね、家が。家の中というより、なんか庭って感じがするわ、ここ。なになに？そのホットドッグの服、超イケてるね。でしょ？このホットドッグ、最高でしょ。うん。よくわかってるね、ミカッチ。やっぱりさ、自分イコールホットドッグって感じがするんですよ。まあ、一時期ね、ケロッピーの服とかでも、うん、まあいいかなと思っていたんですが、ただね、なんだかんだでホットドッグに落ち着きましたね。はい。まあ服のバリエーションとか増やして動画撮ってもいいんだけどな。ただやっぱり自分のユニフォームってこれなんすよ。うん。そしてさ、少し聞き流していたんですが、なんかさ、ビーチサンダルくれなかった今。ビーチサンダル。あー、けどまあありがたいっちゃありがたいよね。自分裸足なんで。ただホットドッグの服とビーチサンダルは多分ね、合わないと思うんだよね。まあノースリーブっていう点だと合う可能性がありますが、まあ服の色合い的にね、まあジャンルとか多分合わないかな。で、なになに？この服なんだけど、そう！社畜ちゃんデザインの変態だよ！やめろやめろ！ほい、やめろ！てか、ミカッチ、よく見たらさ、ほんとだ！お前、とんでもない服着てるな。俺が作った、やべえ服。いや、それね、昔、動画の企画で使ったんすよ。それで、エイブルシスターズに飾っていたんですが、やべえな、住民たちがちょこちょこ着てるね、これ。まあ、ネタ的に面白いからいいか。ここは、あたいの気分が上がるアイテムを一発詰め込んだあたいによるあたいのためのお城だよ。おー、なんか、その服装で堂々と言われたらこちらが恥ずかしいね。あ、ちなみになんですが、ミカッチの家にある家具、何個か自分があげたやつなんですよ。で、今ね、触れたおもちゃ箱も自分が過去にあげたやつなんだよね。いやー、気に入ってくれて嬉しいね。あと、サーフボードもね、確かあげた記憶があるんだよね。いやー、こうやってね、住民が飾ってくれるって嬉しいよね。さあ、そういったところで、ミカッチの家周辺の話になるんですが、まあ、景観的にはね、今のところ、まあ、こんな感じにしているんですが、ここからね、さらにブラッシュアップしまして、家具をね、もうちょっと配置しようかなと考えてます。まあ、具体的に何を置くかというところなんですが、まあ、小物系中心になるかな。あんまりね、ごつい家具とかは置くつもりないね。あと、果樹園の方にもちょこちょこなんか置こうかなと思っていて、まあ、具体的には猫車とか、うん。で、もうちょっとね、段ボールを増やしたりとか、で、有刺鉄線をもうちょっとね、活用してみたりとか、まあそういった風に考えてますね。まあそこに関してはまたね、今度生放送でやろうと思っておりますので、まあメインチャンネルか、まあサブチャンネルか、どっちでやるかわかりませんが、もしよろしければ見に来てください。まあ島整備はね、やっぱ時間がかかるから、生放送とかでやった方がいいかなと思って、うん。まあ、一時期は動画でもやってたんですが、ただね、動画にすると結構難しいんだわ。だって、2時間ぐらい動画撮るから、それをね、20分ぐらいにまとめるわけでしょ？ちょっと難しいんだよね。まあ、そういったところで生放送をうまく活用していきたいですね。もう作業は生放送でやっちゃうみたいな。
で、あとちょっと残ったところとかで、どうしても動画にしたいところだけ、まあ、動画にしちゃうみたいな、なんかそういった住み分けの方がね、いいかなと思って、多分ね、完成したものをね、うん、見せた方がいいと思うんですよ。まあ家庭はね、やっぱ難しいからな、まあ、倍速とかでやってもいいんだけどさ、大変だからさ、あれ後付け倍速後付けとかもうとんでもないからね、うん、できるだけちょっと後付けしたくないんだよね、めんどくさいし。あいてことで、家に戻ってきました。ちょっとね、今から久しぶりに、博物館の方行くわ。で、博物館に行きたいわけなんですが、化石がね、めっちゃあるんだよ、そう。うん、ちょこちょこね、化石埋まってるじゃん。で、それを掘り起こしてたら、とんでもない数になってきたんで、ちょっとね、このタイミングで、まあ、収納ボックスも逼迫するという観点から、ね、鑑定してもらいましょうか。いやー、だけど、博物館もだいぶ完成に近づいてきたな。多分、化石とかさ、残り、寄贈、3、4個ぐらいじゃないかな。多分ね、3、4個ぐらいで完成になると思いますね。で、その前に油ゼミを寄贈していきましょう。油ゼミ、あ、いえ、何でもありません。何でもありませんってことはないでしょう、その反応で。そうなんですよね、さっき油ゼミをゲットしたんですよ。これを解説してもらいましょうか。いや、俺さ、風太くんの解説結構好きなんだよね。この気持ち分かる人いる？だけどさ、割と勉強になるんですよ。まあ油ゼミとかさ、普通自分で調べないじゃん。逆に言うと、こういう機会でしか油ゼミのこととか知れないと思うんですよね。で、なになに、あれって鳴いているのはオスだけで、メスは全然鳴かないんですよね。あ、そうなんだ。あ、てか、その話聞いたことあるな。鳴き声が油で揚げ物をする音に似ていることから油ゼミという名前がついた。マジで？そのまんまじゃん。あー、なるほどね。まあだけど油ゼミの音って、確かに言われてみたらジジジジジって感じだもんね。あー、そうなんだ。へえ。ミンミンゼミもそうだけどさ、セミの鳴き声がそのままセミの名前の由来になってることって割と多いよね。へえ。なんか学校では使えない雑学みたいな感じだね。けどこういうさ、雑学って俺めっちゃ好きなんだよね。いやー、だからね、風太に寄贈するときはね、こんな感じでわざわざ解説を聞いてますね。いやー、地味に好きだわ。はい、ってことで次は本命の化石ですね。さあ、こちらの方を鑑定してもらいましょうか。いや、結構溜まったな。ほらよ。いや、これさ、一瞬で鑑定するのマジですごいよね、毎回。速攻鑑定しちゃうみたいな。どれだけ頭いいんだよ。さあ、お、待って待って、中にはまだコレクションない貴重な化石もっていうことで、これは寄贈できますね。果たして何個あるかわからないんですけど、ただね、化石はコンプリートガチで狙ってるから、これはかなり嬉しいね。さあ、そういったところで次はね、化石を寄贈していきましょうか。いや、多分ね、本当にあとね、3、4個ぐらいだと思うんだよ。いや、頑張って6月中には寄贈完了したいね。ガチで今作の博物館は頑張りたい。なんだかんだ言ってね、飛び物の時もやるやるって言ってたけど、断念しましたからね。うわー、もうダメだーみたいな。ただ、あつ森はね、やっぱ博物館に力をね、まあ、開発陣も入れてるということで、まあ完成させたいよね。うん。まあ時間かかるけど、だからね、今頑張ってね、虫捕りとか魚釣りとかも頑張ってるんですよ。ただ美術品がな、ちょっときついなっていうのはありますね。まあ一番きついのもしかしたら美術品になるかもしれないな。まあそちらの方もね、まあちょこちょこ、まあ動画とか生放送とかでもやっていければなと思います。そもそもね、常吉が全然出ないんだよね。マジで。あいつレアだからな。はい、ってことで、次は化石を寄贈していきたいと思います。おほー、なんと、アカントスデカ。何？アカントスデガ？めっちゃ言いにくいな。何これ？アカントスデガってなんだ？あー、解説お願いします。いや、全くわかんねえんだけど、なんだこの恐竜は。え、なんなんだろうね。そうですか、そうですか。お任せください。いや、めっちゃテンション高いね。どうした？そんな化石マニアだっけ？恐竜時代よりもっと昔に登場した初期の両生類と言われている。一昔前までは魚として暮らしていたので、エラや手の形などには水中生活の名残があるんですよ。あ、そうなんだ。へえ。両生類ということで、なかなかハイブリッドですね。へえ、その時代の化石があるって、なんかロマン感じるよね、そう考えると。いやー、初めて名前聞いたんですが、これ覚えとこった。皆さんもね、ぜひ覚えておいてください。
多分ね動画ぐらいでしか解説聞かないでしょ、ぶっちゃけた話で。ただね、ふうたくんの解説ってガチで面白いからみんなにも聞いてほしいね。はい、ということで寄贈は終わりました。いやー、なんか和んだね。最近さ、島整備とか離島ガチャばっかやってるからさ、たまにはこういうね動画もいいかなと思いまして。さあ、そんな感じかな。キレがいいので本日の動画はこの辺りで終わっていきますか。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからも見ていただければ幸いです。あとはですね、日常系動画専用の再生リストもございますので、よろしければそちらの方も見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。